作品展は勝山文化往来館菱尾のホールで開かれていて、額に飾られた写真2枚と壁面に映し出された5つの映像で1つの作品になっています。撮影したのは岡山市在住の写真家、青地大輔さんです。青地さんは写真だけでなく映像作品も手掛けていて、真庭市では映像作品でグループ展を開いたことがありますが、写真の作品で個展としては今回が初めてになります。僕自身がもともとこの勝山とは映像作品でこう関わることが多かったんで、今回もそれだったら写真のプリントの作品ではなくて映像の作品として、この広い空間を形作っていく方が、楽しんでもらえるのかなと思って、はい、瀬戸内海の景色にまだ知らない美しい景色があるかもしれないと、瀬戸内海と月がある写真を撮り始めたのが2016年。そしてこの瀬戸内海の水平線から昇る月が海に溶けているように見える映像を撮影できたときに、またもう一度この景色を見たいと、それ以来月を撮影し続けているそうです。展示されている作品には、新月から次の新月になるまで月が満ちて欠けていく写真を連続して写し出したものや、月齢27日というか細い月がアルファベットの X の字のように水平線に逆さまに写った写真などがあります。青地さんによりますと、この蜃気楼現象は海水と海面の温度や水平線と撮影場所の間に障害物がないといったいくつかの条件が揃わないと撮影できないそうです。そのため、これまでに満月の蜃気楼の撮影に成功したのは2017年に撮影できた1回だけということです。普段月を、皆さん見るときなんかでもそこまで意識せずに月を見てると思うんですけど、意識して月を見ることで多分また別の見え方ができると思うんで、そういった部分なんかにも気づいていただけたらいいんじゃないのかなと思います。青地さんの作品は今月28日まで勝山文化往来館菱尾で開かれています。